皆さんこんにちは、今回はですね、ナマズを釣る方が特に大好きなジッターバグのお話をしたいと思います。で、ジッターバグっていうのはすごい歴史が古くて1938年に登場しました。で、1997年にプラドコ社の傘下に入るまでが、まあ、一般的にオールドって言われています。で、ただですね、そのオールドの歴史っていうのはやっぱファンの方が多いので、たくさんこう知識っていうのが多くあります。ただですね、まあ、最近ナマズをやってますとか、今現時点でナマズ釣りをしてますっていう方にとっては、現行のモデルの方が興味があったりとか知りたい情報っていうのは多いと思います。ということで、今回は97年以降の現行ジッターバグについてお話ししていきたいと思います。で、まずはですね、一番古い年式の見分け方についてお話ししていきます。で、プラドコになってからね、レーベルとかボーマーとかいろんなブランドのものをですね、こう販売するっていう形になっているので、まあ、製造工程もね、こういろんなメーカーのものをまとめてこう出すっていう風に多分なってると思います。で、この古いものがね、人気があるっていう理由としては、フレットアボガストっていうのももちろんプラスチックルアーで世界中に売ってる量産なんですけども、やっぱ自社製品だけを集中してやってるので、作りがすごい丁寧とかですね、そういう言葉が多いです。ということで、その古い年式のものをやっぱ欲しがるっていうのがありますね。ですから、まあ、例えばヘドンとかだとですね、希少価値だとかその古さっていうのに、まあ、価値がついたりするっていうことが多いんですけども、このジッターバグっていうのはですね、オールドが人気あるのはやっぱその作りがいいから使いたいっていう方によって、まあ、金額が上がっていっているっていう現状もあったりします。で、そのジッターバグのオールドの一番簡単な見分け方っていうのは、愛の部分がですね、新しいものっていうのは丸型の円の形になっています。で、オールドっていうのは数字の6みたいな形に愛がなっています。でも、これで一発でまあ分かるんですけども、ただですね、私は98年から商売をしていたので記憶に残ってるんですけども、99年ぐらいまでですね、その時にリアルタイムで発売されたジッターバッグっていうのも6の形をした愛になっているものがありました。で、これおそらく97年に、まあ、プラドコの傘下になったんですけども、もしかしたらアーボガストが単体で使っていたものが販売されていた可能性っていうのが考えられますですから、現行のものでも愛が6の形をしたものはもう古いものだっていうふうに覚えておくといいと思います。ですからね、ちょっと中古で見つけたとか友達が持っているちょっと譲ってもらいたいなっていう時は、愛の形を見ると一番古い年式っていうものが分かると思います。で、次にですね、プラドコ社になってしばらく経ってから中国製に生産方法が変わりました。で、その前はエルサルバドルで作ってました。中国製になってからちょっとカップが弱くなったとか柔らかくなったとかっていう意見があって、エルサルバドル製のものを探してるってお客様が結構いらっしゃったのでですね、で、これその次の世代のエルサルバドル時代の年式の見分け方ですね、それについてお話ししていきたいと思います。で、まずですね、個人店とかですね、ちょっと古いお店とかでデッドストックで見つけたいなと思った時はパッケージが入ってると思いますので、そのパッケージの見分け方ですね、中国製になった以降のものっていうのはアーボガストっていうロゴがすごいこう単純になってます。で、エルサルバドル製のものっていうのはちょっと立体的になってます。今インサートで入ってるので、ね、見てほしいんですけどもね、この差があります。あとはそのパッケージの縁にルアーのなんかイラスト的なこう写真みたいなのが並んでるんですけども、エルサルバドル製のものっていうのはカラーが派手になってますただですね、これが 100% じゃないのが、メーカーさんが出した折りからの中に1個だけ混じってたりとか、はい、問屋さんが出したビッグアイジッターバグの中にちょっと混じってたりとかしますんで、なぜかですね。ですから 100% ではないんですけど、ただ古いお店とかに行って、まあ、ちょっと古いパッケージで、今言った特徴を持ったパッケージのものがこう3個4個連続して並んでいたら、はい、エルサルバドル製の可能性が非常に高いです。で、もちろんパッケージでも裏を見てメイドインチャイナって書いてなくてエルサルバドルって書いてあったのもエルサルバドル製なんですけども、ただですね、一個一個こうパッケージ持ってこうやって見て歩くのは大変なので、さっき言った特徴のパッケージを見つけた際に裏を向けてエルサルバドル製って書いてあったらエルサルバドルなんで、参考になるんじゃないでしょうか。で、あとはですね、じゃあそれが中古品とかでパッケージがないものだったら、じゃあどうやって見分けるんですかって言うんですけど、これはカラーを見るといいと思います。まあ、代表的なのがですね、なんかツバメみたいなカラーとか、ネズミみたいなカラーとか、あとシマリスカラーみたいなのが当時あったんですけども
そこら辺っていうのはだいたいエルサルバドル製時代です。でパッケージもね、もちろんさっき言ったパッケージになってたので、それで見上げたりとか、あとレギュラーカラーなんですけど、レギュラーカラーの場合はですね、ちょっとこれ感覚的なものなんですけど、ちょっと艶が少なかったりとかするんです。だけどまあどうしてもね、中古だともう使ったりしてるんで色艶って変わってきちゃいますので、レギュラーカラーの場合はね、もう中古で見つけたりしたらちょっとまあ面倒ですけどね、ちょっとカップの厚さとか見たりした方がいいんですけどね。でその次の世代、今中国製がねカップが弱くなったのでエルサルバドル製を探してたっていう話をしたんですけども、実はですね、そのもうちょっと後の2010年とか11年12年ぐらいまでっていうのはですね、中国製なのにカップが強かったりします。でこれ何かっていうと、カップのデザインが変わったんですよ途中で。アーボガストって書いてあるところに円が入った風になってます。その前のやつはなんかこう数字が入ってたりとかして、アーボガストみたいな書いてあったんですけども、その中国製になって弱いカップっていうのは、実はそのカップのデザインが変わる前なんですよね。エルサルバドル製から中国製になって、カップがデザインが変わるまでの間が弱いです。ですからそのカップがのデザインが変わった初期の頃っていうのは、実はカップね結構強いんですよはい、でその頃のカップの見分け方っていう、強いカップか強くないカップかの見分け方っていうお話をします。でエルサルバドル製から中国製に変わって、その中国製の中でも強いカップを見分けるっていうのは、だいたいやっぱ2011年とか2012年までに製造されたものっていうのは強いです。でこれもね、やっぱ一番話が早いのはカラーをやっぱ見るのが一番早いです。で幸いなことにですね、まあうちがね、2011年とか2010年とか12年とかぐらいから、まあ頻繁にフィッシングショーにも行ってて、で今こういうクリアカラーが出ましたとか、谷山昌司さんのオリカラが出ましたとかですね、そういう情報をどんどんこうアップしてたので、ここら辺のカラーのカップっていうのは強いものを使われている可能性が非常に高い、考えたらいいです。でさらにもう時代を積み重ねていって、今ねお話ししたみたいに、だいたい2013年ぐらいになってくるとカップがこう弱かったりとかするんですけど、ただその時代でも強いカップっていうのは実はあって、その見分け方っていうのをお話しします。それがですね、例えばメガバスさんとかですね、まあ、ダイワさんとかですね、まあ、あとはスミスさんとかですね、あとはオクトさんみたいに、日本のメーカーが絡んで出したモデルっていうのはカップが強い傾向があります。はい、でこれはですね、ちょっと今薄いカップと見比べてる写真インサートで入れてますけども、こんな感じでですね、カップは強かったりとかします。であとはスミスのね、CF カスタムっていうシリーズも
まあ、カップが扱ったりとか、あとコーティングしたような感じになっているカップとかもあります。ですから極端にですね、そのコーティングされたものとコーティングされてないもののカップの強度の差っていうのをつけちゃいけないので、まあ、意識してね、結構厚めのものをね、使っていたっていう印象がやっぱありますので、でここら辺の2013年とかのカラーっていうのは在庫残ってるものだったらね、うちのデネバルの商品ページにもね、この2000何年のどこどこですみたいなことをちゃんと商品ページに書いてますので、ではここら辺のカップだったら強いんだなっていう風にね、認識してもらって、でまあそれを中古で見つけたり、友達が持ってるものを見つけたりとかしたら、まあそのうちの写真とか、この今のインサートの写真とかと見比べていただけると、この年式でもこれだったらカップ強いんだなっていう判断できると思いますので、参考にしてみてください。で最後にですね、まあ、おまけとしてですね、カップが弱い時代の中国製になったばっかりの頃とか、その強かったカップのモデルチェンジしたばかりの時代からちょっと時間が経って弱くなった頃のカップのやつを持っているとか、あとその頃のカラーを使いたいと、どうしてもだけど強いカップにしたいっていう、そういう方たちのために対処法みたいなお話しします。クルーっていうメーカーのリーパーっていうルアーがあるんですけど、あのリーパーのカップっていうのを単体で発売してます。であれがですね、アルミではなくてジュラルミンを使ってますので、非常に強いカップになってます。であれ意識してジッターバグと同じ位置に穴がついてますので、ジッターバグに装着することができます。ですからもうどうしてもそのカップがあんまり強くない頃のジッターバグを使いたいとか、あの頃のカラーがいいとか、あとはあのカラーを持ってるので、それをなんとかパワーアップして使いたいなっていう方は、そのクルーの替えカップを使っていただけるといいと思います。でこの概要欄にも商品ページを貼ってありますので、興味ある方はぜひご利用ください。で今回はですね、ネット上にも書籍とかにもですね、あまり発表されてない現行ジッターバグについてお話ししてみました。ちょっとそれは知らなかったなとか、現行ジッターバグのこと知りたかったので助かったなって感じていただいた方は、ぜひグッドボタンをよろしくお願いします。でこのような感じでですね、こう初歩的なことから、まあ、マニアックなことまでいろいろお話ししていきますので、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。こちらを押してください。